インディアです。今から行くところは最大規模の鉄火センターにこれから行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。うわ、ここも広いですね。活気がありますね。中華とインドがなんか融合したというか、混沌としてますね。いやいや好きだなこういう。いやいやいや、すごいな。それではリトルインディアアーケードですねに、これからちょっと行ってみましょう。はい、すごいなこれ。これあすげえな。これすごいな。うわ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 。すげえ。これはすごいな。これずっと続いてますね。これが。いやすごいですねこれ。これはすごい。じゃあ行きましょう。すごすぎる。歩けない。エナジーがすごい溢れてますね。通り半端じゃないこれ。うわ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 、すごすぎる。うわやばい。リトルイン恐るべしリトルインディア。うわすごすぎるねこれね。カオス、ここにあり。うわ、すっげーな、これ。うわ、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 これはすごいですね。恐るべし。すごいな、この骨董品、芸術ですね。いや、すごい。こっちちょっとまあ落ち着いた感じで、はいはいはい、まあ、いろんなこれなんだろうね、ボール、これこれこれ、このボール、あ飾りか、あーなるほどね。うわこの時計も見てください、これゴージャスですねこれ、ほら、うわ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 、すごいすごい、これは。ああ確かに確かに。こちらがバックパッカーの宿ですね。ここはあのインターネットとかまっさらなっている場所になります。お日本のラーメンがある。焼きそば、もんじゃ焼きそばありますね。うわスパとかもあるな。うんすごいすごい。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。いろいろ動画を紹介していきたいと思いますので、どうぞ、ご覧の皆さん楽しみにしていてください。どうもありがとうございました。1、2、自分でカウントするな。